どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト3そして伝説へ実況をプレイ始めていきたいと思います。さあではね、前回最後の鍵を入手することができました。かなりね苦労しましたね。浅瀬の祠がどこにあるかが全く分かんなかったんだよねまあなんとかね見つけることができたので良かったですと。ということで今回は、2つ目のオーブをまずゲットするところから始めていきたいと思います。いきましょう。いやなんやかんや意外と長いね。あそこルーラーで行けないの結構鬼畜だよな。はい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 、メギラマン。当たんない。意外と防御力高いんだな、マリンスライムも。344は熱い。うわぁ、ここすげえエンカウント率高いんだよな。イオラ覚えてほしい、早く。だいぶ戦闘楽になるよな。おお、ナイスナイス、ミュウちゃん。地獄の鎧、マヤドとか覚えんのかな、これから。意外とこの地獄の鎧があんまり強くないっていうね。なんかさまよう鎧の方がよっぽど強かったわって思うわ、当時。さあここ行ってジパング終わってるから、テドも行ってるし、はい、オッケー。闇のランプ。さあこれで ここの最後の鍵で入れるようになると。こんにちは。お、やっと来てくださいましたね。私はこの時を待っていました。運命の勇者が私の元を訪ねてくる時を。さあこのオーブを受け取りください。よし、グリーンオブゲット。オッケー、ということでオッケーですね。さあ次はルーラ、ランシール向かいます。村北側も神殿に入る。村北側力取るか。はあ、どういうことですか。はにゃ、北側、どういうこと。しょも意味がわからんて。はいはいはい、ここに教会ってあったっけ。教会なんてないよな。ここランシールだよね。ランシールだよね、ここ。ランシールだよな。え？村北側って何？どういうこと？ちょっとマジで意味が分かんないんですけど。村北側も神殿に入る。村北側も神殿に入るってどういうこと？え？村北側も神殿に入る？なんでここで俺謎解きしとんの？意味が分かんない。
裏北側？他の、いや一緒だもんな。ちょっと待ってね、調べるわ。ファンシール、右隅からランシルか、右隅から北に行くとランシルシールに到着。はランシル神殿ってどこ意味が分かんないんですけど、どういうことよ。ん、右端から北に行くとランシール神殿に到着。そうなの、神殿があるっていうのは知ってんだよね。はこっから、あ、そういうこと、こういうことか、こういうことか。嘘でしょ、こんなとこあったの、マジか。なるほどね。こんにちは。この神殿から地球のへそと呼ばれる洞窟に行けるらしい。地図で見たか、見たときにちょうどお腹のへそあたりにあるから地球のへそと呼ばれている。はあはあはあ、なるほどね。わしには見える。もし旅先で別れた仲間がいるとすれば、そのものが希望をもたらすであろう。旅先で別れた仲間、誰かと離脱すんのこれ今から。こんにちは。イエローオーブは人から人へ世界中を巡っているそうじゃ。たとえ山彦の笛であってもそれを探し出すことは難しいのであろうな。山彦の笛、あー、あるところにオーブがあるところに、あの山彦するっていう笛ですね。なるほど、はい。言ったのよあ、こうやってヒントも意外とあるんだね。たまー、ちょっと待て、レミラーマスとか。おー、何もない。これあるからな、ワンちゃんな。よいしょ、こっちは。よく来た三つよ、ここは勇気を試される神殿じゃ。はい、では私についてまいれ。ん、心配だわ、早く。喋れんの。あやたか以外とも喋りたい。心配だわ、早く帰ってきてね。あ、はい、帰ってきまーす。では行け三つへ。お、小さなメダル、やったぜー。へえ、地球のへそに一人で行けってことか。おお、はいはい。お、なんだ、あー、弱い弱い、うん、あー弱い、全然弱い。ほう、え、ってことは下か。ん、弱い、なんだこの弱さ、はにゃ。トヘロスかけるか。やった、お金。ここにオーブがあるのかな。小さなメダル、よし、いいね、めっちゃ集まってきたね、小さなメダル。うーん、弱いんだから出てこないでくれよ。やった、賢さの種。さまよう鎧が出てくるんだ。ミミックやれるか、やれるか。装備さっき、お前、行く行く行く。おー、キョキョキョ、 MP ないんじゃないの。
マホトラ使ってくる。2回コードうざいな。めっちゃうざいマホトラ。盗みすぎ盗みすぎお前。 OK、 MP 超取られたわ。大丈夫、これは特に何もない。あれか、そんな関係ない。おっしゃっしゃっしゃ。あーちょっと強くなったけど、殺人鬼はまだまだ全然弱い方ですよ。おー、うざ、これ声の宝箱。待って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 、どういうこと。ん、おー、すごいなこれ。ほうほうほう、さっきと一緒のところか。どうなってんのこれ。ほう、あ、ちょっと場面変わった。引き返せ、怖っ。引き返した方がいいぞ。あ、弱い弱い弱い、全然弱い全然弱い。引き返せ、怖いな。これなんか取ったらこのボス2人が出てくるとかね、この両サイドブルー。どういうこと。ブルーオーブ手に入れちゃったんだけど、あれ、こんな簡単にブルーオーブ手に入るんですか。やったー、これ嬉しいね。引き返せ、引き返した方がいいぞ、引き返せ、引き返した方がいいぞ。なんだろう、引き返した方がいいぞ、引き返せ、引き返せ、引き返した方がいいぞ、引き返した方がいいぞ。ほう、そんだけ。なるほどね。あ、もう終わりかこれで。だよ、全然余裕じゃねえかよ。ここら辺はほんとダーマ神殿近くのモンスターかな。さあ、なに、明らかびくしゃ、さっきかと異様なんぜ。なに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 。宝箱だけないかしっかりと確認だけしておきましょう。なさそうだね。うわ、さあ、リレミト使える、やったー。あれ、あらららら、こんにちは。これこれ、あー待って待って、寂しかった。ではお前は勇敢だったか。いや、それはお前が一番よく知っているだろう。さあ行くがよい。おお、あー、ちゃんと会話聞きたかったな。よっしゃ、オッケー、これでとりあえずオッケーかな。よし、次行きましょう。ちょっと待ってね、応募集めが楽しいですね。次はロマリアに行きますか。サマンなんちゃらってとこに行くらしい。ちょっと一回寝ますか。あの、ここにさ、最後の鍵の場所ないっけ。ちょっと見てみるか。だいたいお城に最後の鍵のさ、宝箱あったりするからね。うん、こういうところもしっかり確認しておきましょう。
おい、ロマリア久しぶりだね。お宝だけもらってっちゃうよーっと。ありそう。あるねー。ありがとう。風神の盾？強そう。アサシンタガー。アサシンダガー。やったー。奥の部屋にもあったりして。あ、ないか。なさそうだね。風神の盾。おお。あ、確実にあやたかだね、これは。ちょっと道具整理するか。めっちゃ無言になっちゃうわ。ラックの種。最後の鍵。今これで3つ目のオーブが手に入ったということですね。アサシンタガーは誰も装備できない。よし、封じの盾手に入ったのがでかいね。一応寝てはいるね。さて行きますか。次はロマリアの石章を通じてサマンオサンに向かいますと、北にしたから、石章はにゃん、石章を通じて、あー、はいはいはい、そういえばそうだそうだ、行けたとこあったな、そういえば。はい、ここですね。おっと、こっち側行けるのか？お？え？あ、そういうことね。はい。なるほど。うわ、こういうこともあるからさ、これ絶対、攻略見てやった方がいいよな。あれ？ここあれじゃん。この前来たとこやん、これ。はい、一番右に入るんだって。ここね。はい、どうも。勇者サイモンが右の扉、解放されたもの王の命令を聞く。その祠の西山沿いをぐるりと、え、ちょっと待って、噂ではサマンオサの王が人代わりしたらしい。この祠の西、山沿いぐるりと西、ほーん、オッケーオッケー。どこにいる？おー、結構すごいとこにいるな。西にぐるりと、こっちか。おー、魔法ばば。あ、ここら辺は戦ったことあるね。全然余裕です。レギュラーマうざいね。魔法の盾がいい役割してくれてる、かなり。やば、ナイスザメハ。刃のブームラン。ガメゴン防御力高いね。経験値めっちゃもらえる。なんか緑のゴリラ出てきたな。コング強そう強そう。ナイス。ここか。ああ、キローモードって。よっしゃー、新しい土地着いたぜ。気をつかれー。
とりあえずじゃあ物色しますか。物色しましょう。3つ小さなメダル、いいよ。なんかまだまだありそうだね、いろんなところが。さあ何かやってるぞ。ねえ、もうお父ちゃんは帰ってこないの？どっか行ったの？おいおい、あんたはなんで死んだのよ。ううう、なに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 、王様の裏口を言っただけで死刑だなんてあんまりですよ。これじゃあおちおち商売もできませんよ。 あんたも殺されちゃうぞ、そんなこと言ってたら。手に増します我らが神よ、勇者ブレナンの冥福を祈りたい。ブレナンさんが殺されちゃったんだ。ブレナン4、お前はいいやつだったのにな。ですって、結構とんでもないことしてんだね。ここ何もない。本当に何もないのか。なんかありそうだな。あんじゃん、めっちゃあんじゃん、めっちゃあんじゃん。え？めっちゃあんじゃんかよ。やったー。オッケー、これで物色完了かな、とりあえず外。多くの人たちが毎日牢に入れられたり死刑になっているんです。昔はお優しい王様だったのに何かあったんですね。どうやら店の者は葬儀に参加しているらしい。おお。あら。上官しかも格闘じ、へえ。いいやいいや。わしは騙されんぞ。格闘場など作って政府の、あ、政治の不満から目をそらそうとしてもな。第一、ギャンブルで一番儲かるのはいつも、胴元に決まっておるんじゃ。いや、絶対スライム A だ。何言ってんだ、スライム B に決まってるわ。え、それじゃ得意技ガーン。へえ、何それ。あんまり闘技場に興味がないというか、俺は。何か、なんか交換できんのかな。いや、いいや。なるほどね。ギャンブル、闘技場も作っちゃったんだ。あんたも命が惜しいならお城に行かない方がいいよ。魔王が世界を滅ぼすなんて噂もあるし、長生きなど するもんじゃなかった。なこと言わないでよ。お、やった、武器や。パワーナックル。あー弱いな。裁きの杖。ゾンビキラー。おー、はいはいはい。ドラゴンシールド。あー強いね。鉄仮面、黒ずきん、魔法の狙い持ってる。裁きの杖、ドラゴンキラー196。多分でも草薙、あー草薙の剣のが弱いんだ。マジかよ。もなんか残念。ドラゴンシールドは使っとくか。はい、ブレス系多分かなり軽減されると思うんで、はい、あります。あとはいいかな。ドラゴンキラー、あー、いやー、ミュウにつけさす意味あるかな。いや、ないか、いいか。こっちに何か、でもないか。オッケー、でも武器防具が強くなるのは嬉しいな。こんにちは。王様は夜になると2階で1人寝ているそうじゃ。これは闇のランプを使う案件ですね。なんかぽいな、そういう感じのイベントな気がするな。こんにちは。1個ある、探そう。多分ここら辺だと思うんだ。違うか、こっちか。じゃあことか、違うことか。怪しいんじゃない。あったー、イエーイ。めっちゃ小さなメダル落ちてんね。いいね、こういうのしっかり回収していこう。
ちは、はい、嘘をつくのはお前のような奴が来るなら知らされておらぬぞ。え、こういう時にパーティードレスとか装備できないんだよな装備できねえんだよ。どうすればいいんだよ。ここから入れるんだ。ここは、はいはい、邪魔をしないでください。食事が遅れると私は死刑になってしまいます。怖いね。踊らされてるな。小さなメダル、怯えてるねかなり。まあここから入れますよと。大丈夫？王様のためなら私たち何でもいたしますわ。それは死刑になっちゃうもんね。こんにちは。ウヌルはどこから入ってきた？怪しいやつめ。こい、おっ、さあ来るんだ。マジ？やってしまった。もうちょっと探索したかったのにな。降りろ。さあこっちだ。みんな入るんだ。怖っ。おとなしくしているんだぞ。とは言われましてもすぐ出れるんだよな。こちら、きっと魔物たちが人に取り付き始めたのでさ。おお、怖い。ああ、ただの屍のようだ。はい。はるか、ロマリアの遠く、はいはい。朽ち果てたサイモンのように、私も一生ここ、小さなメダル、やったー。ロマリアの、はいはい、湖の祠の、そこにサイモンがいるんだ。これも覚えとかんといかんなー。真実の姿を映すラーの鏡というものが南の洞窟にあるそうだな。なるほどね。それを取りに行かなきゃいけないんだ。やだ、出れる。出れた。あれ？あ、待って、王様だね、これ。命の石。誰かそこにおるのか？わしはこの国の王者。何か、ああ、はい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 。なるほどね。そういう感じか。じゃあラーの鏡取りに行かなきゃいけないんだな。オッケーオッケー、なんとなくわかった。おお、そういうことか。はい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 、なるほど、了解です。一応ルーラーで止めるよね。オッケー、一回寝よう。あー、ダンバで寝るか。よし、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。次回多分下の南の方にある洞窟にラーの鏡があるということなので、そのラーの鏡を取りに行くところから、やっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。